こんにちは、平野由紀子です。この動画は入門から初級に進むピアノを練習している皆さんが新しい曲を選ぶ参考にしたり、またつまずいているところをちょっと乗り越える手助けができればいいなと思って作成しています。こんな素敵な曲がありますよとか、こんな曲動画にしてくださいなどのリクエストはお気軽にコメント欄にお書きください。今日練習するのはカエルのコーラス。どんな曲か聴いてみてね。右手と左手が交差して面白い曲だよね。この曲は都庁長ソから始まってファにシャープがついている都庁長で書かれているよ。ファが出てきたら全部シャープになるから気をつけて。左手にファのシャープが出てくるね。元のファの音にシャープがついたら半分高いこの黒い鍵盤黒鍵、元のファの音にシャープがついたら半音高くここの黒鍵になるから、楽譜にはファドレーと書いてあるけれど全部シャープ、調合で楽譜の先頭にファにシャープがあるからこう書いてあってもファが出てきたらいつもシャープ。黒鍵を弾くときは黒鍵を弾く。指が一番弾きやすい場所に手を移動しよう。小指でファのシャープを弾かないといけないから、小指が一番弾きやすい場所に合わせて、そこから自然な形で指を置いたところのドとレ、ニとイチ。この場所を弾こう。白鍵だけだったら全部手前でここに手をセットすればいいけど、ここから指を伸ばして黒鍵を弾いたり、黒鍵を弾いた後急いで白鍵に戻ってドレを弾いたりせずに、なるべく近くでファドレ、手首が曲がらない位置で綺麗にセットして弾ける場所を探そう。ソシレに戻ったら少し手前に、ファドレの時に少し奥に小指が弾きやすいように、左手の場所をよく練習しよう。ソシレとファドレ、一番弾きやすい場所を探してみてね。そして右手は左手を置いたまま交差する練習をするといいよ。最初はソのポジション。ここで弾いていたのが2段目ではオクターブ低いこのソのポジションに移るから、左手が邪魔になるけれど左手を置いたままこの高いソラシドレのポジションと低いここを行ったり来たりしてくぐる練習をしよう。もう一つ大切なのは一番最後、4小節ここを弾いた後、右も左も1オクターブ下がって、左手はここのソからここのソをめがけていくから、シドレドシを弾いている間に目でここを探して、右手もここのシからここのシに移るから目でここで探しておいて、真ん中の位置からオクターブ下を探しておいて、これを何度も練習しておこう。さらに右手はここからこのシからここのシまで飛ばなきゃいけないから、一瞬のうちにこのシから
この島で移動するぞとよく目で探しておいて、この時に探しておいて、ここのここに行けるように、この時に探しておいて、ここの市に行けるように何度も練習しようね。もう一つ大切なのは強弱、高い音域。ここに右手がある時にはピアノと書いてあって、低い音域。ここに移った時にはフォルテと書いてあるから、低い方がフォルテ、高い方がピアノになるように気をつけて弾こう。レドシラソと下ってくる音は転びやすいので、5、4、3、2、1、5、4、3、2、1の指がしっかり動くように、5、4、3、2、1と言いながら練習したり、レドシラソ、レドシラソと歌って、声に合わせて指がしっかりリズム通り動くように練習するといいよ。最後に全部を通してみよう。移動が上手にできるようにたくさん練習してみてね。それじゃあまたね。最後までご視聴くださりありがとうございました。今後も不定期ではありますが、新しい動画をアップしていこうと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。また気に入った曲がありましたらグッドマークもよろしくお願いします。